ていきたいと思います。こういったですね、少し詰めて、ハードな運動になった時にはですね、背中の筋肉、全身の筋肉をたくさん使います。要は人間もストレッチしたり、整理運動するのと同じですね。こうして頭と首を下に下げてですね、リラックスした運動で全体の馬の筋肉をほぐしてあげて終わるっていうのがですね、我々が、もちろん馬はアスリートですから、こういった馬の筋肉、筋組織では全部ですね、コントロールしていって初めてですね、トレーニングが終了するという形です。